ビルギリウス・ケーストゥティス・ノレイカは、リトアニアのオペラ歌手。妻は、バレリーナのロレタ・バルトゥセ・セビチューテ。1935年、シャウレイ生まれ。1945年に両親と共に、ビリニュスに移住。1958年、リトアニア国立音楽学校を卒業。学生時代から、リトアニアオペラバレエ劇場で演じていた。ノレイカは1959年、 自身が最も気に入っているジュゼッペ・ヴェルディの椿姫で演じた。1965年、ミラノのスカラザで演じた。ジャコモ・プッチーニの蝶々夫人において、ピンカー・アートンを演じた。海外でも講演を行っており、ブルガリア、ルーマニア、チェコ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、フランス、オーストリア、デンマーク、フィンランド、スウェーデン、アメリカ、カナダ、チリ、 ペルー、アルゼンチン、ベネズエラ、日本を訪れた。1971年より、ソ連共産党員。1973年からは、リトアニア SSR 最高会議議員。2000年、キリスト教民主連合より、国会議員選挙に出馬。2003年、自由民主党より、国会議員選挙に出馬。ノレイカは引退後、リトアニア音楽演劇アカデミーで教授を務めた。 2018年3月3日、病のために死去した82歳坊津、ありがとうございます。